ママになんかすごい態度悪くしてたんですよ。そうひどかったの、なんかすごいずっと今日母の日だとか言っても、あそう、あそうとか言って言われてて、まさか今日はあの手紙とかもプレゼントも何もないと思っていました。わかった。何？母の言うこと聞いて。母、私よ。はい。なんでママが思ったの？母の日だよ今日、私母だから。それでご飯食べに行ってて、あのババにね、なんかご飯食べてた時代になとか言われて、うん、考えてくれたみたいで。それで、はい、ママ、はい、母の日のプレゼント。このこっちがモモアのプレゼントのお花で、こっちが今のプレゼントのお花で、くれました。今のもう一つのプレゼントはこれ、サプライズでピアスをくれました。すごい可愛いの。寂しいの？今ね、ママちゃんがくれたお花嬉しいからママ撮ってたの。これはね、最高のお花です。2人がくれたから。ピアスもね、すっごい可愛くて気に入った。いい？ピアス100円。そうね、値段はいいの。ママ100均大好きだ。いや、100均じゃないか。すごい可愛いの。100均でお祭りで作った。とても気に入りました。ということで今日もね、素敵な母の日をありがとうね。素敵な母の日。何の素敵な母の日。ありがとう。キモい。ということで、ここからはゆあの前までの母の日にくれたものとちっちゃい頃の写真をいっぱいお見せします。どうぞ。何、もーちゃんも泣いてんじゃない？すごい。発祥日なの？うん、ありがとう。ママの花大好きです。これ最後のプレゼントです。入ってないじゃん。どうぞ、これは母の日です。なんでももちゃんとかにもあげないの？じゃあ今日はね、お母さんの日なの。お母さんの日なの。ママってママのお母さんでしょ。リワとももちゃんのお母さんでしょ、ママは。だからジジももらえてないよ、ほら。悲しそうだよ。やっと。これ限定品だよ。これ安いんじゃない？それはお父さんも喜ぶと思います。それはジジからの餃子。これすごいよ、ほらジジ。何これ。でもね、ペアお食事券だって。とてもいいディナーができるよ、高いやつ。じゃあ私も行きます。じゃあ、ジジさん、美味しいもの食べて。皆さんはお母さん、ママに何かあげますか？ユアってまだ幼いんですけど、小さいんですけど、私に母の日結構くれるんですよ。はい、これがね、ユアが今までくれたもの。本当はこれよりももっといっぱいあるんですけど、本当にたくさんあります。たっぷりあります。嬉しい。毎回ね、泣いちゃうようなこと書くんですよ。だからこのね、この母の日に前くれた絵がもう泣いてるんですよね、すでに。ママまたどうせ泣くだろうなっていう予想なのかな。これとか、ママへ、イワはママのこと心配してるよ。イワは8歳8になっても9歳になってもママはずっと大好きだし、いろいろ応援してるよ。辛い時はみんなの、辛い時はみんな味方。お風呂でも背中を洗ってあげるよ。優しいんだよね、泣いちゃうよ。これはね、ママが多分体調悪くって一回入院したことがあるんですけど、その時期かな、もう退院した後とかにくれたものです。いつみさん、いつもありがとうございます。だ、かわいい。あとももも、こういうのくれたり嬉しい。これもママって言ってたかな。泣いてるね、よく。ママ、産んでくれてありがとうとか泣いちゃうよね。もう